フランソワ・ブーシェ、フランソワ・ブーシェ、フレンス・ワ・ブーシェ、1703年9月29日、パリから1770年5月30日、パリは、フランスの画家、素描家、エッチング制作者、ロココを代表する画家であり、上流社会の肖像画や神話画などを描いた。多作家として知られ、生涯に千0 0 0点以上の絵画、 少なくとも200点の版画、約1万点の素描を制作し、壁画装飾、タピスリーや、磁期の主体制作、舞台デザインの仕事をこなした。ブーシェのいとこの息子は新古典主義の代表的画家と、ジャック・イコール、ルイ・ガビットである。18世紀フランスの美術愛好家、ピエール、ジャン・マリエットは、ブーシェの才能を高く評価し、筆を手にして生まれた、すなわち画家となるべく、 運命づけられた人間で、我らが、フランス画派にとっての、大いなる名誉であると絶賛している。ブルボン王宮の遊興費管理官、ドゥニピエール・パピオン・ドゥラ・フェルテ、1727から1794の著作に見られる記述によれば、ブーシェの父は、刺繍のデザインを行っていた、装飾家であり、職能組合的組織であるセールカーアカデミー所属の、画家ニコラ・ブーシェ。 1672から1743であり、フランソワ・ブーシェはこの父から絵画術の最初の手ほどきを受けたと考えられている。この時期に制作されたと考えられる作品として、ブーシェの現存する最初期の作例、セイバルトロマイとセイアンデレ、個人像がある。その後、父の後押しを受けて、画家、フランソワ・ルモアーヌの下で修行した。 ルモワーヌは1736年から翌年まで国王の筆頭画家を務めている。しかしながらブーシェが18世紀フランスの美術品、収集家、ピエールイコールジャンマリエットに語ったところによると、ブーシェはルモワーヌから学ぶことはなかったという。さらに、弟子の面倒をほとんど見ない。この詩のもとに、ブーシェは長くはとどまらなかったとブーシェはマリエットに語っている。 だが弟子と使との関係についてのこのような逸話が残る。一方で、レベッカとエゼキエル、ストラスブール美術館のような1720年代の作品の様式を見る限りでは、ルモワーヌの影響は無視できないと考える研究者もいる。ブーシェは1723年ローマ賞を受賞する。だが、王立建造物局長官のダンタン公爵の長を得ていなかったブーシェは、 直居状を得られなかったため、イタリア留学にあたって、経済的な支援を受けることでず、結果として、経費自己負担で留学することを、余儀なくされた。1728年4月から5月、経費節減のために、万老家の3人、カルル、ルイ・ミシェル、フランスは、と共に、イタリアに旅行し、ローマの在ローマ・フランスアカデミーに1727年から1731年まで、 滞在した。1724年以来同アカデミーの委員長を務めていたニコラ・ブルーゲルス、ニックリス・ベラグルズは、ブーシェがアカデミーの離れに投留していたと伝えている。イタリアにおけるブーシェの活動内容の詳細は不明である。アカデミーの他の芸術家たちとは異なり、ブーシェはラファエロやミケランジェロの作品研究に勤しむことはなく、 ルネサンス期の巨匠たちから様式上の影響を受けることも買ったようである。その代わりブーシェは、ピアッツァナ・ボナのモーロ・噴水にあるジャン・ロレンツォ・ベルニーサ作、ネプチューン、ローマの聖アグネスイン・ア・ゴーネ聖堂内部の、ジョバンニ・バティスタ・ガウイリ、1639から1709、別名イル・バチッチョのペンデンティブ、正方形天井四隅の曲面三角形部分の、壁画、ルカ・ジョルダーの、 ユディトの勝利といったイタリアバロックの巨匠たちの作品に基づく素描を制作した。これらの素描が制作された事実からは、ブーシェがモデルとなる作品を見るためにナポリ、ボローニャ、ベネツィアに旅したことが推測できる。パリに戻ってからの作品には、さらにジョバニベネデット・カスティリオネ、ガバニー・ベネデット・コスタルヨネ1609から1664を研究した痕跡が伺える。 一方で、ドラフェルテは、ブーシェはイタリアでは、フランドル派の様式で作品を描いていたと書き残している。1731年にブーシェは、王立絵画彫刻アカデミーの巡回員、グリとして認められる。1734年にブーシェは、リナルドとアルミダ、ルーブル美術館を提出し、正会員としてアカデミー入会を果たす。 1733年にブーシェは13歳年下の、マリージャンヌピューゾーマリエジーンブゼアウ1716から1796と結婚する、ブーシェ30歳、マリーイコールジャンル17歳の時、しか5歳は、ブーシェの作品にしばしば描かれる。なお、フランスは、夫婦別姓である。二人は、カズオ事情を設ける。男子は幼くして死ぬが、娘たち、 エリザベート・ビクトワールとマリー・ミリーの二人は、父親の弟子たち、歴史画家ジャンイコール・バティスト・デ・ジーン、バティスト・デ・シェイズ・デ・コール・ビル、1723から1765と、ミニアチュール・クワッシュと、風俗画の画家ピエール・アントアヌ・ボードワン、ピエール・アントイネ・ボードワン、1723から1769と結婚する。ブーシェは、 ルイ十五世の交渉ポンパドゥール夫人のために複数の作品を描いた。ルイ十五世の大やけめかけにブーシェは素描とエッチングを教えた。イタリアにいた当時の弟のワンディエール公爵、後の王立建造物局長長官マリニー公爵に宛てた手紙の内容からは、ポンパドゥール夫人はブーシェが描く肖像画を気に入っていたことがわかる。彼女をモデルとした作品に関しては、 複数のバリエーションが描かれた。ブーシェはポンパドゥール夫人のために相談役としても、働き、彼女の美術コレクション形成を助けた。ポンパドゥール夫人の長の扱ったブーシェは、国王類十五世の覚えもめでたく、1755年に、ゴブランのタピスリ製作所の観察官を拝命すると、翌年には、ジャンバティスト・ウドリー、パリ、1686年ボーベ、1755年、 の公認として、同制作所の長官に就任する。この頃ブーシェは、ボーベやゴブランのタピスリの下絵やパリのオペラや公の祝祭で用いる装飾下絵を大量に制作する。1762年から勤めていたカルル・バンローの公認として、ブーシェは1765年、ルイ15世の国王の筆頭画家を拝命し、同年には、 王立絵画彫刻アカデミー委員長の座に就いた。ブーシェは1770年に要去るが、王立絵画彫刻アカデミーの会員としての年金は1200リーブルに上っていた。ブーシェの死後、国王の筆頭画家は、ジャンイコールバティストイコールマリーイコールピエール、1714から1789が務めた、在位、1770から1789。 ロココが新古典主義にとって変わられると、ロココ文化を否定する動きが見られた。ブーシェも晩年はその絵画だけではなく、人格も非難されるようになった。ブーシェの死から三十四年後にその対策が競売された、時は、ほとんど値段がつかないほど不人気であった。十九世紀の後半、コンクール兄弟、エドモンド、コンクール、ジュールドコンクールが十八世紀のフランスを中心とする。 美術の再評価を行い、ブーシェも高い評価を与えられた一方、室内装飾家に過ぎないとも評されている。ルノワールは、ブーシェの影響を受けた画家の一人である。ルーブル美術館のシュリー翼2階第46室には、ブーシェの間があり、ブーシェの作品が数多く展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。